こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では12月全身ユニクロコーデベスト3ということで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。12月も後半を迎えていよいよですね、今年もラストスパートという感じかなと思うんですが、さすがにですね、そろそろ寒くなってきましたね。まあ今年はなんだかんだで秋の期間が長かったような気がしていまして、結構ですね、12月に入ってからも意外とそんなに寒くないなという日がですね、少なくなかったんですが、さすがに後半に入ってきて寒い日が増えてきましたね。そうなると全身ユニクロコーデでもいよいよですね、重量がたくさん出てくる頃かなというふうに思ってます。ちなみに秋冬はですね、どうしても一点ずつの単価が高くなりがちなので、まあできればですね、服にお金をかけたい気持ちもあるんですが、一個ずつの単価が高すぎると全身コーデかなりの金額いってしまうんですね。ですので、そんな秋冬こそユニクロがすごくありがたい存在になるわけですね。まあ、今回もですね、見ていただいている皆さんにそのままトライしやすいように全身ユニクロコーデということで3つ具体的にですね、スタイルをご紹介したいなと思っていますので、よかったら参考にしていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、よかったらそちらの方もですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、チェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的にユニクロコーデを皆さんにご紹介したいなというふうに思ってるんですが、一つ目のコーディネートはこちら、ロング丈のコートをですね、主役にした着こなしになるんですが、こちらはですね、僕の動画の中でもよく出てきていますシングルブレストコートですね。色はですね、グレーなんですけども、ヘリンボン柄が入っていまして、平坦に見えないところが特徴的で、これがですね、今季のユニクロのコートの中では、まあ、ベストヒットだったかなというふうに思ってまして、これから冬の時期にはですね、ガンガン活用するかなと思っています。まあ、12月ですとか1月2月もう本当に寒い時期でもですね、中をちゃんと着込んであげれば、これを主役にした着こなしが十分できるかなというふうに思ってます。デザインとしてはですね、結構シンプルなステンカラーコートになってまして、サイズ感もゆったりめなんですね。ですので今っぽさも漂いますし、内側着込んであげてもですね、そんなにこう動きづらさみたいなものがないんですね。それでいて結構軽量で使いやすかったですので、このコートはかなり傑作かなと思います。金額もですね、8000円前後ということで、まあこれぐらいですね、質のいいコートが1万円を切るということは驚きかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなというふうに思ってます。そしてその内側に着てるのはユニクロの定番のメリノウールですね。そちらのモックネック版ですね。これがですね、まあ先日もご紹介しましたが、すごく使い勝手がいいんですね。生地自体は結構ですね、薄めなんですけども、重ね着がしやすいので、すごく重宝するかなというふうに思ってます。色はダークグレーということで、まあこちらがですね、ミディアムグレーぐらいのものになってまして、内側はより濃いチャコールグレーを合わせて、まあグラデーションを作ってあげるとバランスがいいかなというふうに思ってます。そしてその内側にはですね、白シャツを重ねています。バンドカラーシャツなんですが、まあこのモックネックセーターがですね、襟が高いので、シャツは見えないんですが、裾から少しだけ見せてあげるとですね、明るさを足すことができるかなと思うので、まあこういった着こなしもぜひ皆さん試していただきたいなというふうに思っています。そしてボトムスなんですが、これはですね、今季のプラス J のですね、アイテムなんですが、ちょっとこう太めのワークパンツっぽい雰囲気なんですけども、色が深めのオリーブで、個人的にはですね、これめちゃくちゃ気に入っているんですね。まあ、プラスチェーンもですね、いろんなものを買って、初日にはこれは買わなかったんですが、まあ、後日ですね、冷静にサイトを見た時に、このパンツかなり使えるんじゃないかなということで購入をしました。今年はですね、こういったミリタリーっぽいパンツ、特にこういったオリーブ系のパンツが結構いろんなお店で取り扱いがあるんですが、その雰囲気もですね、活かしながらも、すごくプラス J らしい上品な色合いになっているので、これはね、すごく買って良かったかなというふうに思っています。まあ、全身はですね、グレーだとか白だとか、モノトーンっぽいもので合わせながらも、ちょっとこういったオリーブっぽいものでアクセントを加えてあげるのもいいかなと思うので、まあ、ぜひこのパンツ、まだオンラインで取り扱いがあるかなと思うので、皆さんもチェックしていただければなというふうに思っています。そしてその流れのまま、スニーカーもご紹介したいなと思ってるんですが、ちょっとこういったステンカラーコートみたいな緩めのコートにはですね、意外とこのニューバランスが相性が良かったりするので、
全身がグレー系を使っているので、まあこちらはライトグレーということで、ミディアムグレー、チャコールグレー、そしてライトグレーという形で、まあグレーの中でもですね、明るさを変えながらグラデーションを作ってあげるとバランスがいいんじゃないのかなというふうに思っています。まあこの着こなしはですね、結構大人の男性であれば、いろんな方に似合いやすいスタイルかなと思っているので、痩せ型の方から結構ぽっちゃり体型の方も、こういったスタイルかなり様になりやすいかなと思うので、ぜひトライをしていただければなと思っています。はい、続いて2点目の全身ユニクロコーデなんですが、今度はですね、こちらダウンをですね、主役にしたコーディネートなんですね。まあ12月になると朝晩めちゃくちゃ寒いので、ダウンはですね、必須アイテムになってくるかなと思うんですね。まあユニクロにもですね、様々なダウンがあるんですが、今季は僕はですね、2つのダウンを買いまして、ユニクロとホワイトマンテニアリングのコラボレーションダウン、これも非常に気に入っていまして、日頃から着ているんですが、そしてもう一つですね、僕が買ったダウンがありまして、それがこちら、プラス J のですね、ダウンですね。これまた完成度めちゃくちゃ高くてですね、個人的にも気に入ってるんですね。ブラックとオリーブ2色あるんですが、僕が選んだのはこちらのオリーブ。この色味がすごく良くてですね、まあ、失敗するとやぼったく見えがちなオリーブなんですが、かなり色がですね、濃いんですよね。ですので、オリーブなんだけども、上品な雰囲気も漂っていて、個人的にはこの色買ってすごく良かったかなというふうに思ってます。まあ、このダウンなんですけども、特徴としてはですね、ベーシックなフード付きのダウンではあるんですが、今回ですね、見ていただくとわかる通り、あえてですね、フードを外してみたんですね。はい、こちら、まあ、ジップでですね、取り外しが簡単にできるようになっていまして、まあ、ちょっとですね、フードが付くことでカジュアル感が出て、個人的には好きなんですけども、あえて取ってみたらどうなるのかなと思ってみたんですが、首周りがスッキリするんですね。そして、ここ最近はですね、こういった、あえてフードがついてないような、スタンドカラーっぽいようなダウンもですね、増えてるんですね。まあ、立ち襟っぽい感じになってますが、このような形でダウンのですね、ボリューム感を楽しみながら、襟周りはスッキリという形もですね、ちょっと今っぽい形で楽しめるかなと思うので、まあ、よかったら皆さんもぜひトライをしていただければなというふうに思ってます。そしてその内側なんですが、すごく簡単です。一番下にはですね、白の T シャツを着て、少しだけ見せてあげるようにしてるんですね。そしてその上にはですね、これまた先日の動画の中でも解説をしましたが、ユニクロの通常ラインのですね、ローゲージニットですね。色はダークグリーンですね。こちらを合わせています。このオリーブのダウンと色をですね、リンクさせてるんですね。まあ、グラデーション効果でグリーンの中でも少し色味を変えてあげるというのもすごくバランスがいいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思ってます。で、上半身が結構ボリューミーなので、ボトムスにもですね、ゆとりを出すのも今っぽくていいんですが、まあ大人の男性使いやすいのは、少し細身になるようなユニクロの大定番ですね。スマートアンクルパンツ。これでテーパードを効かせながらですね、細身のボトムスのラインを出してあげると、やぼったさというところが和らぐことができるかなと思うので、上半身ゆったりでボトムス細めというようなワイラインを楽しんでいただくとすごくいいんじゃないかなと思っています。で、足元に関しては、まあもうシンプルに白系のレザースニーカーが一番合うかなというところで、まあニューバランスのスニーカーとかもいいかなと思うんですが、ここは定番で揃えてあげると、すごくバランスがいいかなと思っていますので、ぜひこのようなですね、大人っぽく見えるような、やや綺麗感のあるダウンコーデも、皆さんにはお試しいただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目のコーデなんですが、今度はですね、まあ、12月の中でも日中に12度を超えてくると、まあ、ダウンを着るまででもないし、コートを着ててもちょっと足さばきが良くないかなと思うんですね。まあ、そんな時に僕が今着てるようなプラス J のシャツアウターがめちゃくちゃ活躍してくれるんですね。このアイテムはですね、今季のユニクロの中では僕は一番気に入ってるものなんですけども、やはりですね、ちょっとこう今っぽいトレンド感のある短い丈のアウターというのは今季は一つ持っておくとすごく便利なのかなというふうに思ってます。まあ、生地自体もですね、ちょっと厚みがあるので、まあ、12月でもそこまで寒くない日であれば重ね着をすれば十分に対応ができるかなと思うんですね。まあ、価格もですね、ちょっとセール価格になってたりするので、まだ皆さんのサイズが残っていたら、これは絶対に買っておいて損はないかなというふうに思ってます。
僕も気に入っているので、本来であれば11月ぐらいまででこういったアイテムというのは、まあ一段落かなと思うんですが、重ね着をしながらですね、着ていただけると、12月末ぐらいだったらですね、なんとか耐えられるかなというふうに思ってます。そしてその内側にはですね、こちらはプラス J のカーディガンですね。これまたですね、少し厚みがあるので、1枚着るだけでかなり暖かくなります。11月ぐらいまではですね、これを着ないで、さらに内側に着ているシャツですね。これもプラス J のスタンドカラーシャツなんですが、このシャツの上にこのシャツアーターを着るだけで十分だったんですが、12月になるとさすがに寒いので、カーディガンを間に挟んであげると、すごくですね、体温調整しやすいかなというふうに思っています。で、このプラス J のシャツなんですが、僕はもうすごく気に入っていて、全部で3種類持っているんですね。このちょっとブラウンっぽいものは秋冬っぽいですね、雰囲気が漂いやすいので非常にですね、持っていてよかったなというふうに思っています。そしてちょっと中は見えなくて恐縮なんですが、ちょっと肌寒いなという時には一番下のインナーが大切で、ユニクロが誇るですね、名作であるヒートテックですとか極暖ですとか、そういったものをですね、ベースに着ていただければかなり暖かいので、こういった短丈系のアウターでもですね、十分に12月を越していただけるかなというふうに思っています。そしてボトムスに関しては上半身がグレーとブラウンで少しやぼったさのある色でもあるので、ブラックで引き締めてあげると、僕の中ではですね、このパンツがまあユニフォーム的な感じになってるんですが、今履いてるのはユニクロ U のですね、昨年のモデルになるんですが、ワイドフィットテーパードパンツ、これがですね、個人的に気に入っているので、こんな合わせをですね、楽しむことが結構多いですね。今回ご紹介した3つのスタイルの中では、僕自身のリアルなスタイルはこれに近いかなというふうに思ってます。で、足元に関してはちょっと全身が暗いので白系のスニーカーで少し明るさを足してあげるとバランスがいいのかなというふうに思ってます。まあ、今回はですね、アウター3種類ご紹介しているわけなんですが、長い丈の綺麗なコート、そしてカジュアル感満載のダウンコート、そしてその中間ぐらいの立ち位置に来るのがこのシャツアウターになるんですね。それぞれアウターが違うだけで全然雰囲気が変わってくるので、ぜひ皆さんもですね、異なる表情を持つ3つぐらいのアウターを揃えながらですね、秋冬の着こなし楽しんでいただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では全身ユニクロコーデ12月編ということで、皆さんに動画をお届けさせていただきました。まあ、どのアイテムに関してもまだ店舗で取り扱いがあるものが多いかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、こちらの動画を参考にしながらユニクロに行って試着をしながらですね、冬服を買い揃えていただければなというふうに思っています。まあ、僕自身もですね、ユニクロの服は大好きで、特にですね、子供と遊ぶ時だとか、ちょっとですね、アクティブに過ごす休日なんかはユニクロの服をガンガンに活用してるんですね。金額も抑えめで、なおかつですね、プラス J だとかユニクロ U だとか、また JW アンダーソンを入れてあげればですね、トレンド感のある着こなしも十分に実現できるかなと思いますので、ぜひ皆さん、このですね、12月の着こなしもお楽しみいただければなというふうに思ってます。これからもですね、こちらのチャンネルでは、ユニクロですとか、GU ですとか、グローバルワークですとか、またはグリーンレーベルですとか、まあそのようなベーシックで使いやすいようなお店、またはですね、アイテムをですね、皆さんにどんどん紹介していきたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。